い、行きます。よーい、スタート。はい、行きます。全部ちょっと男らしいっぽい感じ、はい、よーい、スタート。そんなスカーフ取っちゃいなさいよ。取っちゃえよ。取っちゃえよ。男バージョン。ちょっとキザな、ちょっとキザなの一個だけ。はい、よーい、スタート。そんなスカーフ取っちゃえよ。本当？本当に取っていいの？ああ、セスタの声は気持ちいいんだから。はい、ありがとうございます。よーい、スタート。はい、ありがとうございます。よーい、スタート。はい、ありがとうございます。はい、行きます。よーい、スタート。よーい、スタート。あー、違います。今よかった。いい香り、いい香り。あー、ごめんなさい。いや、いいですよ、いいですよ。でも、もっと低くないといけない。あー、あー、あー。もう、スタート。どうしてここに。仕事だよ。でも、この松ぼっくりが京子ちゃんに会わせてくれたん。君にだ、君に。君に、どっちでもいいよ。でも、なんかどんくささがいいみたいな。さんなんか、君に家できるみたいな。なんかそう、うまい。よーい、スタート。許可する。あー、よっ、あ、早いよ。ちょっと早いです。3秒ね、ごめん。スタート。じゃあ、ミーヤさん、うちに来る？君にぴったりの仕事があるんで、アロハ。ちょっと間違えた。あるね。T&D。何の役あれば。何の役ですかね、あれ。わかりませんけど。T&D の石津京子です。何だかよくわかりませんが、シャスタの山に向かって T&D とかなんか、あーとか言ってるうちに、なんか自分の忘れていた内面のなんか激しさとか強さみたいなものをすごくなんか出さされたような気がします。
当に日常ではなかなかそんなことできないお上品な私なんですが、すごく役を演じるということでそういうことをやらせていただいたことが、忘れていた自分を表現するということにちょっと気づかされたような気がします。皆さんもぜひチャンスがあったら役に取り組んでみてください。ありがとうございました。もう一回行きましょうか。はい、今回、妙なイカの精霊役という形で出させていただきました。だけど、いろんな役をいただいて気づくことがあります。実は本当にイカの精霊だったのかもしれないっていう自分と本当に対面した時にすごく嬉しくなって、思いっきり全力疾走できました。で、こういうことでの気づきっていうのも一つあるっていう。役柄っていうのは本当に自分自身の中で、なんだろう、まあ、プレゼントっていうふうに思います。なので皆さんもぜひトライしてみてください。本当に楽しいと思います。ありがとうございます。はい。私は宇宙人トーモを演じた伊豆の智美です、飛んじゃいましたすいません。私は今回初めて映画に出させてもらったんですけれども、結構オーバーにやったつもりだったんですけど、映画を見てみたらそんなにオーバーじゃなかったなっていう感じがしました。やっぱり普段でも結構オーバーにやらないと気持ちとか表現が伝わらないんじゃないかなっていうのを感じました。次はまた面白い役をやりたいと思っていますので、あなたも一緒に私と演じてみませんか。待ってます。はい。